柔道、行動勘配全日本体重別選手権最終日、5日、千葉高等アリーナ、男子7階級が行われ、100キロ超級で2016年リオ五輪銀メダルの原沢久吉、長福郷さんは5位だった。4回戦で中野勘太、旭化成に1本負けしたが、5位決定戦では中村祐太、東海大に延長の末、優勢勝ちした。動きは悪くないけど、 攻めないといけない場面、チャンスに詰め切れない自分がいると率直に感じている。気持ちやモチベーション、そこから湧いてくる勝ちたいという気持ちが、今回の大会はイマイチだった、と心境を吐ろした。24年パリ五輪同級代表には、斉藤立、国士艦大、が内定済み。2016年リオ五輪同級銀メダルの実力者も、今年7月に31歳を迎え、 今大会は年齢もあるし、あとどれくらいできるかわからない。目の前の大会をしっかりこなしていく、という気持ちだった、と述べた。世界の舞台で長く戦ってきた。次なる明確な目標をどう設定するか、答えはまだ見つけられずにいる。できる限り現役は続けたいが、目標をどう持っていくか。次の全日本にどういう気持ちで挑むのか、そのあたりを整理して切り替えていきたい。 将来的にも、何らかの形で柔道に関わりたいとは思っている、と胸の内を明かしていた。